こんにちは、カンドです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これですね、していきたいと思います。今日はですね、実用的に使う手ぬぐいっていうのもね、当然、大事です。今ね、ここで、お見せするようなこういった実用的に使えるような本染めの手ぬぐいということで、こういったものですね、私どもの今ホームページで販売されているような手ぬぐいもそうなんですけども、これはですね、実は本染めで作られています。で、こういった手ぬぐいをですね、実用的に使うということで、当然吸水性も非常にいいんですよね、本染めなんで。ですからいいんですけども、それだけじゃなくて、額に入れたりとかね、これをちょっとした、ちっちゃい写真立てみたいな中に入れて飾るということもありやと思うんですね。で、実際ですね、この手ぬぐいは、青海波といって波の形をしたまま落ち着いて、ね、永遠にこう落ち着いた雰囲気が続きますようにと、なだらかな波が続きますようにという、永遠無事を願ったような意味の手ぬぐいなんですけども、これ以外にですね、例えば金魚の柄でしたら夏でしょうしね、春でしたら梅で、夏でしたら金魚ですね、秋でしたらもみじであったりとか、冬でしたら冬景色のね、そういったつるんでもいいでしょうね、そういった、四季に応じた手ぬぐいっていうのは実はあったりするんですね。で、これをですね、額に入れて飾るということで、四季折々のね、日本の四季折々のそういった雰囲気を味わうということで額に入れたりすることも多いんですね。で、日本人の方もやっぱそういったことが増え、そういった方が増えてますけども、実は、海外の外人の方がそういったことをすごい好きみたいですね。ですから、海外から逆輸入みたいな形でこんな風に飾ってますっていうのもいただくことがありますので、日本ではですね、たくさんこういった手ぬぐいなんか目にする機会も多いと思いますので、ね、別に使うだけじゃなくてですね、額に入れて飾るっていうのもありだと思います。ぜひね、一度試してみてください。よろしくお願いいたします。